今年も開催される八王子春の風物詩、ディープ八王子超人祭り。数多くの名場面、名勝負を生んできたこの舞台に、今年もまた感動と興奮の嵐が吹き荒れる。今日本 MMA バンタム級で一番強いと噂される男、世界最高峰 UFC も経験した金原雅紀の参戦が決定。全てのスキルが世界トップクラス、文字通りの超人が満を持して地元凱旋を果たす。対戦相手はタイからやってくる猛者、ジョムホット・チュワタナ。果たして金原はその日本最強の力を見せつけられるのか。さらに八王子の立ち技エース、西川晃平の4年連続参戦も決定。しかしなんと西川は今大会での現役引退を公言、地元でのラストマッチに挑む。その解釈人の役目を受け負うのは、と付き合い上等の殴り屋ジョージ。長島自演オツ雄一郎を撃破し、木村フィリップ実を完膚なきまでに KO した男、西川晃平の最後の果たし合い、必見。そして今年もまた八王子のカリスマ中澤達也の参戦も正式決定。俳優やモデルとして多忙を極めながら常に強さを求めて戦い続ける折れない心のカリスマファイター。そんな中澤が今回挑む相手は、世界最強の立ち技格闘技ムエタイからの恐るべき刺客、ノラシン・ギャットプラサンチャイ。梅野源氏、藤原嵐といった実力派キックボクサーを次々と葬ってきたノラシンを相手に、中澤はどう戦うのか。無謀か、それとも快挙か。この死闘の結末から目が離せない。そしてなんとなんとなんと、今回の超人祭りにあの天下無敵の火の玉、五味隆典が電撃参戦。 MMA の歴史にその名を刻む現役レジェンドが、果たしてこの八王子超人祭りでどんな存在感を見せつけるのか。ファンならずともその姿は一見の価値あり。火の玉の大爆発、これは会場で見ないと必ず後悔する。誰もが知っている大物ファイターから今後が期待される注目株のファイター、そして地元愛にあふれたファイターたちが集結する1年に1度の大きな祭り、盛り上がり必至。 4.1 KT プロジェクトプレゼンツ、ディープ八王子超人祭り2018。今年もまた八王子の地に超人たちが飛来する。